Hey everybody, I'm Summer. みなさんこんにちは、サマーレインです。Today I have my good friend Key with me again. こんにちは、またお邪魔します。Today we're going to be talking about the names for Japanese foods in English. 日本の食べ物や料理を英語にするときにどう訳せばいいのか、その訳はどういう響きがあるのか、美味しそうに聞こえるのか、そもそも訳せるもんなのかなどについて話したいと思います。Key, do you make a lot of Japanese food?日本食ばっかりだね、うん、サマーも結構ねアジア料理ばっかり作ってるイメージだけど、うん、意外とねなんかね、うん、こうアメリカ人なんだけど、うん、日本料理とかまあなんかアジア料理ばっかり作っている気がする、うんうんね、前にサマー味噌汁作ってくれてね大丈夫サマーの味噌汁好きだよこれでもかっていうくらいのね野菜を入れてね、具だくさんの味噌汁を作るんです、うん、Here in California, we have three main Japanese supermarkets. Mitsuya, Nijiya, and Marukai. 日本のテーマパークみたいになってるよね。なんかお土産みたいなね、お店があったりとか、あとガチャガチャがあって、うんうんうん、結構ね、大人たちが盛り上がってガチャガチャやってるんだよね。確かに確かに確かに。それで、この間日本のスーパーに行った時に、あの日本語の食品名の下にその日本人じゃない人のために英語が書いてあるんですがその英語はちょっとこう不自然だったりあんまり美味しそうに感じなかったり訳しにくいだろうなというものがいくつかあってそれを選んできたので、今日はそれをネタにしたいと思います First of all, I want to ask you, Key-san, how you would translateThese things into English, and then we'll look at the supermarket's translation. So the first one is natto. How would you translate natto into natto English? Natto is stinky beans, sticky beans, spoiled beans. 発酵ってなんだっけ? Fermented. Fermented beans. Okay, so let's put those all together. So sticky, stinky.Spoiled fermented beans. Okay, I think that's a pretty clear, you know, it gives me a clear idea of what it is. 美味しそうとは言えないんですけど。食べたいと思わないね。食べたいと思わない。でもそもそもね、納豆好きな外国人結構少ないと思います。Okay, let's look at how the supermarket translated it. Fermented soybeans. あ、そうか。soy つけなくちゃ。Soybeans is like...I guess the correct type of bean. 確かに、beans だけだとね。うん。レンズ豆なのか。何の豆って。そう、なんか、小豆なのかがわかんないよ、全然。うん。西洋料理は発酵したものが少ないように感じますが、うん、だからかわからないんですけど、fermented という言葉は、なんか美味しそうに感じないんですよね。でもやっぱり fermented soybeans is the best, most accurate translation. But sticky, stinky fermented soybeans の方がね、なんかイメージできるかもしれません。ネバネバってスティッキーでいいんだよね。うん、スティッキー。うんうん、ベタベタもスティッキーでしょ？うん、スティッキー。こう糸を引いちゃうみたいなやつも？ないね、そういうこと。Slimy, じゃない Ah, maybe. Slimy. Don't you have another word for slimy? Like, ぬるぬる is slimy. ぬるぬるだね。ネバネバは sticky しかないね。うん、次に進む前に、この動画のスポンサー、Surfshark VPN を紹介させていただきます。通常、インターネットを使うとき、自分の IP アドレスにつながっている国によって、見せられる情報やコンテンツ、値段さえも変わりますが、VPN アプリを使うことによって、自分の携帯やパソコンのロケーションを世界中に移動させることができます。本当にその国にいるのと同じようにインターネットにアクセスすることができるんです。例えば私の場合ですと、好きな女優さん、満島ひかりさんの最新ドラマが見たいのに、アメリカでは見ることが難しいです。そんな時はシンプルにサーフシャークのアプリを開き、ロケーションを日本に設定すれば、日本のドラマなどを配信しているサービスを開くことができるので、問題なくそのドラマが見れるわけです。また同じように日本の Netflix などにはまだリリースされていないアメリカなどではもうすでに公開されているドラマや映画などを同じ方法で見れますドラマは面白いので勉強っていう感じがしないですよね
ですが、ドラマで使われるのはリアルな表現が多いので、うまく活用すれば、リスニング力、語彙力などを上げることができます。サーフシャークのような VPN で海外のコンテンツにアクセスすることができるので、見れるドラマがはるかに増えます。サーフシャークについてより詳しく知りたい方は、説明欄のリンクをチェックしてください。もうすでに手頃な金額ですが、私のコード、サマー先生を使うことによって 83% オフになります。そしてさらに特別に3ヶ月の無料期間もプラスされます。はい、それでは戻りましょう。Alright, let's go on to the next one. たこ焼きは、Octopus in the salty pancake. Very interesting translation. でもパンケーキってさ、フラットじゃん。ね、そうお好み焼きはあれでしょ、ジャパニーズパンケーキ I guess so, but pancake is like a dessert, like a dessert 的なイメージがあるんだよね。チヂミとかはね、green onion pancake。そうだから言っちゃったんだよね。と訳されてるの見たことあるんだけど、でもたこ焼きはパンケーキではないと思います。じゃないじゃん。丸いもんね。Octopus balls。あのね、皆さん。Octopus balls だけはお願いだからちょっと使わないっていただきたいです。あのね、balls は他にも意味がありまして、ちょっとここでは言えませんが、Octopus balls というと、その Octopus の balls という意味になってしまうので、Octopus balls は絶対にやめた方がいいと思います。そっか。Okay, let's look at how the supermarket translated it. Octopus dumplings. Dumplings. Dumplings というと、餃子とか肉まんとかそういったものを想像、一番最初に思いつくと思いますが、dumplings はね、小麦粉で作っている、まあ、丸い形をしたものが、なんかもうベースの定義だと思うので、まあなんか、これはすごくいい訳だなって思った。あの見たときに。そっか、でも英語を見ると、ね、餃子とかを思い。確かに、octopus dumplings って言われると、一番最初に思いつくのはもしかしてね、なんか、タコが入った餃子。ねえ、ねかもしれない。でも、もっといい訳はない。なんか、octopus balls もちょっとあれだし、だね、それが一番いい訳だと思います。うん、美味しそうだし。You ready for the next one? This one's hard. こんにゃく。こんにゃく anyway, こんにゃく、how do you translate that? こんにゃくむずいな、そもそもね、何なのか私にはよくわからないGray potato jelly Gray potato jelly I can definitely imagine it Well, jelly, it sounds disgusting though 食べたくないね食べたくない、at all Is it made of potatoes? Potato だよ、ちょっと。何芋？ちょっと芋か。可愛くない。花は咲くんです。Potato だね。Anyway, now we know it's made from こんにゃく芋. But how do you translate that into English, right? Let's take a look at how it's translated on the package. It says, dark yam starch cake. When I think of yams, I think of like sweet potatoes. Like, さつまいもを想像するんですよね。なんか。サンクスギビンとかでよく食べる。なんかアメリカのさ、種類あるじゃない？あの、スイートポテトの。ちょっと日本のと違って。We usually call those yams. So, dark yam starch cake. Cake? Yeah, it's definitely not a cake. It's nothing. Jelly じゃん。Yeah, but jelly seems like, なんか柔らかいイメージがある。そっか、確かに。トゥルンと。そう、トゥルンとしたなんかイメージがあるんだけど。でもケーキでもないし、ジェリーでもないんだよな。もちもライスケーキだもんね。そういう、確かにそういう訳もある。もう一つの訳を見つけたから、ちょっと見てみましょう。これも、yam cake。全然違うものを想像するね。Like, we have carrot cake. I would think, oh, it's like carrot cake, but made with sweet potatoes.Like, that's what I would imagine if you said yam cake to me. yeah, but if you like said, oh, do you like yam cake?
And I'd be like,、mm, okay, it sounds nice. And then you brought out cognac, I'd be like, what? 基本的にデザートじゃないものにケーキをつけない方がいい気がします。ちょっと待って、I'm trying to think, what is the best translation for it? Watery, chewy, blah. No. やっぱり一番いい薬は多分 dark yam starch jelly.、I think, not cake.そう、そういう意味では白滝はなんていうのか、じゃあ、ジェリーヌードルズ。 Oh yeah, you could do that. Dark yam starch jelly noodles. Or just dark yam starch noodles. Guess that works. Still very difficult to imagine what it is, but... どうでしたか、皆さん。結果として分かったのは、日本料理を英語にするのはなかなか難しいことですが、まあ、あの皆さんが外国人のお友達、お客さんなどに日本料理を説明するときにお役に立てたら幸いです。他にも知りたい日本料理の英語訳がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。では、Thank you for coming. My pleasure. We'll see you guys next time. Bye!